おーい。友人の話。山中の池でバス釣りをしている時のこと。脇の林の中から、おーい。と、呼ぶ声が聞こえてきた。だんだんと大きくなってくる。彼の方へ近づいてきているらしい。やがて木々の間から男が一人現れた。身なりはごく普通の登山者という印象だ。しかし目がうつろで焦点が合っていない。どこかまともではないのか、すぐ横にいる彼にも全く注意を払わない。男は一旦立ち止まったが、すぐに、おーい、と大声を出して歩き出した。何の恐れも感じていない様子で、ジャブジャブと水の中に進んでいく。友人は大いに慌てて、男を引き止めるために追いかけたという。刺した抵抗を受けることなく、岸まで引きずり戻すと、男は目をまたたいた。ここはどこで、一体何があったんでしょう？ポカンとした顔で友人に聞いてくる。正気に戻ったようだ。事情を尋ねたところ、山歩きをしているとどこからともなく、おーい、と呼ぶ声が聞こえたらしい。誰が呼んでいるんだろうと、声の方に足を進めているうちに、気がつけば濡れネズミで、友人に抱きかかえられていたのだと。おーい、と声を出していたのはあなただった。と言われた男は、信じられない。という様子で首を振ったという。男が無事に山道に引き返した後、彼は、夕刻まで釣りを続けた。残念ながらそれ以降の釣果は坊主だったらしい。池の主様の邪魔をしたんで怒らしちゃったかな。そう言うと彼は小さく舌を出した。おーい。かばけ。知り合いの話。山仲間と一緒に湿原を歩いていた時のこと。遠くの方から、あーい、と弱わる声がした。いーんと甲高いその声は聞いていてひどく気味が悪かったという。まるで人ではないものが人の真似をしているような、そんな奇妙な感じがした。どこから呼んでるんだろう。そう思ってキョロキョロあたりを見回す彼に向かって仲間が忠告した。反応するな。あれはカバケの声だろう。呼ばれていくと沼にはまるっていう話だぞ。カバケとはカッパバケがなまった名称らしく、人を水に引きずり込む類の妖怪なのだという。毎年ふもとの川で上がる水死体の何人かはこいつにやられたのではないか、そう地元では噂していたそうだ。二人揃って声を無視することにした。湿原を抜けてからも声は彼らを追ってきたが、やがて聞こえなくなったという。カバケ。森塩。
先輩の話。春先に一人で山中を縦走していた時のこと。夜分そろそろ門を休もうとしている頃、テントの周りで気配が湧いた。何度も外を伺ったが、明かりの届く範囲には何も見えない。それでも誰かに見られているような嫌な感じは消えなかった。ふと思いついて、魔除け代わりに塩を盛ることにした。と言っても、別に詳しい知識があるわけでもなく、ほんの遊び心からだったという。塩入れを取り出すと、テントの入り口に小さな山を作り、眠りについた。夜中、ふと目が覚めた。ぬるい風を頬に感じたのだ。少し生臭い。明かりをつけて見てみたが、テントの中も外の闇の中にも何も見受けられない。不気味に思ったが、眠かったこともあり、気にせず続けて寝てしまった。朝、目を覚ますと昨晩のことを思い出し、早速塩の山を確認した。テントの入り口、記憶にある白い山はどこにもない。灰色の薄く潰れた物体があるだけ。森塩はぐずぐずに溶けて崩れていたのだ。彼はしばらくほうけたようにその塩の残骸を見つめていたそうだ。効果があったのかなかったのか、それ以降変わったことは起こらなかった。森塩。ささやく声。先輩の話。一人で岩登りをしていた時のこと。切り立った岩壁に張り付いていると、後ろからささやく声がした。ねえ、ねえねえ、ねえねえ。身をすくめた視界の隅に何かが映る。いつの間にか自分の背後で何か黒い影が踊っていた。絶対に振り返らぬと決め、必死でその壁を登り切る。その間ずっと背後から楽しそうに誘う声が続いていたという。多分、振り向いたら落ちていたと思う。直感だ。根拠はないけどね。一人の時は、とにかく気をつけろ。と、先輩は最後に付け加えてくれた。ささやく声。棺桶。友人の話。仲間三人で夏の山を縦走していた時のこと。崩れかけた廃屋を見つけたので、休憩がてらに入ってみることにした。柱も畳もひどく傷んでいたが、それなりに涼しく快適だったという。一休みした彼らは屋内をうろついてみることにした。部屋はどこもカビ臭かったが、穴でも開いているのか明かりに困ることはない。ブラブラと奥へ進んでいた彼らはある部屋の前で足を止めた。そこだけは襖が朽ちておらず閉ざされたままだったのだ。よく見ると襖はまだ新しいもののようで、廃屋の中で
そこだけ浮いて見えた。なんでここだけ新しいんだ？疑問に思って引き開けると、中はぼんやりとしたオレンジ色で満たされていた。数えきれないほどのろうそくに囲まれて、白い布で覆われたひな壇が作ってある。壇上には位牌が並べてあり、線香の匂いが流れてきた。畳も柱も天井も作られたばかりのようにピカピカに見えた。そして部屋の真ん中には白い木造の棺桶が据えられていた。失礼しました。上ずった声で詫び、襖をできるだけ静かに閉めた。抜き足で入り口まで戻ると、そこから全力で走って逃げたのだそうだ。棺桶。はい、どうも。山にまつわる不気味な話その10をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。影のゾウと申します。なんか最近聞いて面白いなと思った話がありまして、銀杏、あれ、この話しましたっけ？銀杏がなんで臭いのかって話、ちょっと僕が忘れてるんでもう一回話しますけど、銀杏めっちゃ臭いじゃないですか。で、あれメリットないでしょ。例えば植物って近くに種を落としてしまったら新しいのが生えてきて自分自身がこの日光に当たれなくなって栄養がなくなってしまうので、できるだけ遠いところで芽を出さないといけない。で、その方法がまあいろいろあって、美味しい実をつけるとか、風に飛ばされやすくするとか、人間とか動物にひっつきやすくするとか、いろんな方法でまあ遠いところに自分と一緒の仲間の範囲を広げようとするんですけど、銀杏だけめっちゃ臭くて動物寄らないんですよ。何のメリットもない、純粋に臭いだけで。なんかまあいろんな考察があるらしいんですけど、その中の一つに、実は恐竜が好きな匂いだったんじゃないかっていう説があって、あのイチョウって実はめっちゃ古い木らしくて、木ができたもう初期の頃からいるんですって。もう古株なんですって、木からしたら。で、昔から全く姿を変えてないらしくて、で、昔にはあの匂いが好きだった動物がいると考えれば、あの匂いはまあ説明がいくらしいんです。なんかそういうのもへえと思って、ちょっとロマンを感じられるなと思ってお話しさせていただきました。それでは山にまつわる不気味な話その11でお会いできましたら幸いです。影の像でした。ほなほな。